こんにちは、こんばんは、ピットです。それでは、第6回やっていきたいと思います。ワールドグランプリもクリアしまして、スーパーグランプリに向けてということですが、急コースとか2であった急コースみたいなのは実際ないみたいですね。こういう、まだまだコースが増えるんですけど、この中にどんどん増えていくだけっていう感じで、で、2と変わったポイントっていうのは、昼と夜になったと。で、夜のコースがまた豊富で、昼のコースも豊富になったっていう感じですかね。で、ミドルサーキットは2でも同じ同様の名前があったんですけれども、ちょっとミドルサーキットのレベルが、前回より上がったなっていう感じですね。ということで、やっていきましょう。じゃあレーシングタイヤでいいのかな？さすがにサーキットですもんね。サーキットなのでいいと思います。ね、この、葵くん、葵ちゃん、ということで、性別名、葵でやっていきたいと思います。お、ちょっと様になってないですか？レーシングカー的な、確かスープラじゃなかったかな。まだちょっとコースを把握しきれてないんですけど、ちょっと、でもなんか速くなったかな。ただ加速力はもうめちゃめちゃ上がりました、この車。ちょっとまだ曲がれてないんですけど、スピードが、見てください、この加速度。でもいい感じじゃないでしょうかね。あ、ショートサーキットのコースにも戻りつつ、ちょっとこのコース幅が広くなってるみたいな感じですかね。それは2にもあったので、そういうのがだんだん増えていくっていうのは分かってました。でもやはりこの車体2つが速いですね、さすがに。ちょっと、加速力は上がったんですが、やはり曲がりもきつくなっていくので、それに応じてやはりクイックとかも上げていかなきゃいけないでしょうかね。とりあえず3以上狙いましょう。あそこに見える横浜っていうのは、横浜っていう会社なんですかね。横浜の、サーキットを運営してる会社ですかね。ちょっとそこら辺がよくわからないんですけど。例えばバイクだったら川崎ってあるじゃないですか。で、川崎があって横浜。横浜っていう、社名はないですよね。車を作って、車製作会社ではないですよね。そんなこんなで3位でした。出ましたね。峠です。ちょっと峠はやばいですね。前回の2でもアップダウン峠というすごい難しいコースがあったんですけども。ちょっとオールラウンドでやってみましょうか、とりあえず。様子見ですね、これは。ちょっとまずは3位に入るよりも、コースを確かめたい。峠越えが始まります。やっぱり上り下りが激しいコースですよね、多分。まずは、普通のこう、2車線っていうんですか？ 2 車線のコースをしまして、一応追い越しありみたいな感じですか。追い越しありマークみたいな。ありの線です。やっちゃった。峠によくある、この、落ちるとこ。っていうか、逆走だった。これはやばいな。やっぱりこういう風に峠はスピード出しすぎちゃうと、ここで曲がれなくて落ちちゃうみたいな。こういうのあるわけですよね。2連続。様子見。ちょっと、ゆっくり行かせてください。ゆっくり。ここを曲がりまして、
2度あることは3度あるですか。いやでもアップダウン峠はできたんですよ、2でアップダウン峠で1位かなんか取ったんですけど、やっぱ3はまだコース把握してきてない。いやそれにしても今のは良かった。飛びまして、さらにまあくねくね入って、あれこれはなんだ、これは近道なのかな。あ、周回の記載だ。あ、じゃあちょっと車についてみましょう。どういう風に走ってるのかね。あ、もう一周してましたね。ということで、まあそんな感じってことが分かったので、さあやり直しますけど、ちょっとさっきのあれがあるからな。てかこのコースにスープラっていうのがあんまり似合わないような、いやかといってバスも似合わない。いやこういうのをラリーしてこそスープラですよね。これはちょっとなんかこう曲がれる 4WD とか一般車みたいなのが走ってほしいですよね。ここはすごいかみんなブレーキしてますよね。ってことはこれさえなんとかなれば今回は簡単なのかな。わかんといってもぶつかりまくってますけど、ちょっとあただ本当にクネクネしてんな。このくねくねもきついし、さっきのあれもあるし、みたいな。これはちょっと一個のミスが命取りになりそうですね。ここでブレーキ、あ、いや、でも、これは止まるぐらいの勢いでいいと思います。止まるぐらいの勢いで曲がった方が安心しますし。清掃車にこれだけぶつけられて。あ、でもやっぱ3周なんですね。アップダウン峠確か2周だったと思うんですけど。いや、これは難しい。ちょっと何度かやり直してみたいと思います。3位を狙ってっていう感じですよ。どこで抜くかですよね。やっぱり明日のみんなブレーキしてるところで、まあ、抜くっていうのがやっぱ通常なんですよ。やっぱこういうコースっていうの。ここで、こう、お今の感じじゃないですか、今の感じ。いや、それでもやっぱりクネクネしてるから、やっぱりぶつかるのが命取りになりそうですね。ということで、3回目にして3位を取っていますね、今んとこ。今んとこですよ。これが3周続くとなるとね、ですね、ちょっと、怖いんですけどね。とにかくこうくねくねしてるのをしっかり把握して、ここをしっかり気をつけて曲がれば、あぶねあぶねあぶね、やばいな、ここやばいやばい。いや、もうまだまだわかんない、諦めたらそこで終わりだ。やはりくねくねしすぎてて抜くタイミングがないですよね。ただみんなブレーキしてるときに一気にいけそうですかね。さあもうここがポイントになります。よしよしよし、これは来たんじゃないですか。お、なんとか3位でゴールすることができました。危ない。いやでも3回目でここまで来れたのは大きいんじゃないかな。お、50の塔かな、あれ。まあ森の中を駆け抜けて。やっぱり99回以上ぶつかっちゃいますよね、こういうとこは。これのミスっていうのはすごいと思います。特に出るわけでもない、また探しに行かなきゃいけないっぽいですね。というわけで、夜に変えて、
夜コースをやっていきたいと思いますね。このニュースタジアムがちょっと気になりますが、まあ、まずはですね、まあ、ちょっと簡単そうなコースからいきましょうか。洞窟とかですね、まあ、オフロードなんで、うん、まあオフロードしましょうか。じゃあオフロードの方が、オフロード、まあ、系で走った方がやっぱりスピード出ると思うんですけどね。そこら辺がちょっとよくわかんないんですよ。オールラウンドとオフロードスピード出る、どっちが出るんですか。まあ、オフロードだったらちゃんとオフロードに変えた方がいいと思うんですけど、そういうコメントはちょっと見たんですけど、ね、ありがとうございます。あれ、これ分かれ道がある。いきなりちょっと車についていこうか。どういう風に走ってるのかな。確かこのコースは基本的に回るだけのコースだった気がするんですけど、あ、ちょっと滑っちゃった。あ、今気づいたんですけど、ドロドロのコースですね。この下がめちゃめちゃ滑る。はぁ、マジですか。またこれは違った難しさがありますね。これはこれどっちに行ってもまあ同じなんで、そんなに変わらないですけど、滑り方が尋常じゃないな。あ、ちょっと曲がろうとしただけで、まあただでも回るだけなのは事実ですね。一回ちょっと右に曲がって、あとは左安定で、んー、まあそこだけですかね。このベチャベチャコースっていう意味ですか。分かれ道を越えたら、もうひたすら左ですけど、こう滑らないように気をつけなきゃいけないっていう。で、一回だけちょっと右意識で左。うん、まあいきなり2位行けましたね、でも。まさにオフロードの真骨頂といいますか、これは本当にオフロードですね。もうべちゃべちゃですよ。こんなのバスが、まあバスでも、まあ何でもそうですけど、あ、バスとかは、やっぱりまあ、普通にでもこういうね、火の中走ってますしね。まあじゃあ、おでんくんで行きましょうか。おでんくんで、夏は夜。これもオフロードですね。じゃあ今回はこれをやりまして、もう終わりたいと思います。あれ？これオフロードじゃないんじゃない？あれ、オフロードなのか。あ、途中で入る感じですかね。あ、砂利道系ですかね。砂利道入って、海に入って、なんかこのつららみたいなのなんだろう。あ、でも洞窟にありがちですよね。ああいう鍾乳洞的な。おーおお、鳥居鳥居。で、海を出て、いきなり曲がる。コース把握してれば簡単ですかね。あ、また花火が見えますね。2で待ったんですよ。夜の海ですかね。夜の海で。これも春のあけぼのをちょっといじったようなコースですかね。うんうん、これはこれで、また、ね、幻想的でいいんじゃないでしょうか。これは何を売ってるんでしょうかね。最初見た感じでおでんって決めつけちゃいましたけど、これ焼き芋って捉えることもできますし、いや、はたまた、いや、物を売る系のあれですかね。まあそういうのちょっとよくわかんないですけどね。まあちょっとここ出るとき気をつけなきゃいけないかな。まあでも、僕は2の夜の海の BGM が結構好きだったんでね。まあこれはちょっと微妙ですかね。まあ3も3で、まあいいとこ多いんですけど。
まあ、グレード上がってきてますね。まあ、結構。やっぱり、もらえるようになってきましたね、ね、お金が。1位2000円ですから。はい、今日はこんな感じにしましょうかね。じゃあ、まあ、さすがに、もう一度、ジムカーナなんかをやってみたら、かなりいいタイムが出るんじゃないでしょうか。ジムカーナなんかをやって終わりにしましょうかね。レーシングタイヤで。ベストタイム45秒ということで、まだまだ伸ばせるんじゃないでしょうか。加速が、ものすごい上がりましたからね。これですから。この加速ですからね。ただ、それでコース失敗する可能性もあるので、ちょっと気をつけて。こう、うまくですね。はい、通りまして、コースはもう完璧に覚えてるので、心配はいらないと思うんですけど。で、こんな感じで、ささっと行けば、なんと28秒。いやー、成長したな。やっぱり第1回の57秒から、もう半分近くですよ。お、ジョロ級コイン手に入れたと。やはり、こういうのも、記憶が出てくれば、ジョロ級コインがもらえるんですね。ということで、じゃあ04とかもやってみますか。オンロード400メートル。これも加速力が上がったからかなり上がるんじゃないでしょうかね。この加速ですよ。いやー、何度見ても素晴らしいですね、エンジン8は。これを何秒でいけるか。10秒20。これは素晴らしい。あれ10秒20でもコインなし。あれってことはまだなのか。10秒切らないといけないのか。いや、でもこれが限界ですよね。今んとこ10秒絶対超えちゃいます。まあ、まっすぐですからやっぱり同じタイムが出るわけですけど。これでもダメか。レーシングタイヤプラスやっぱ3か4ですかね。エンジンプラス8は、もうやっぱりさすがの加速力ですけど。で、ダートトライアルもやっていきましょうか。ちょっとこれはコースわからん。ちょっとコースが微妙なんです。まだ曖昧なんですけどね。じゃあオフロード3で。はい、コースは掴んだつもりなのでやっていきます。まずこっちへ曲がりまして、まあ一番後ろまで行ってこう曲がる。で、さらにこう曲がって、あー、ちょっとスピード出しすぎた。で、こう曲がって、まあ一回こちらに出て、あれ、あー、ミスった。やっぱ早く足取ったとすると脱線しがちだな。よし。で、こっちへ曲がって、一番後ろ。ちょっとここでスピード緩めとかないと厳しい。で、こう来て、こうですね。こう一周しまして、で、こちらを、またくねくねします。で、まあ、ここまで来れば、まあ、あと簡単だと思うんですけど。で、ここをこう曲がって、で、またこちら曲がって、で、さらにこっちを曲がって、で、こう曲がって、こう出て、こちらへ出る。あれ、最後ミスコースしちゃった。これ何秒があれなんだろう。コインもらえる。30秒くらいかな、やっぱり。さっと行こう、さっと。さっ、さっ、さ、さ、このくねくねも、さっ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 と。
お、なんとか許してもらえた。これでどうしよう。44秒。まあ今の限界はこんな感じです。44秒。まあまだまだいけますかね。アイロンタッチが5秒プラスになっちゃうんだ。で、49秒になっちゃうと。なるほど。まあそういう風に、まあいろんなあれがあるんですね。ペナルティなんかが。ということで、まあまだまだチョロQ深いと、いうことでしょうね。はい。こんな感じで第6回は終わりたいと思います。バイバイ。